あ、ボンってなってる。で、ここに鏡がありまして、ダンダンダン、キッチンはこんな感じです。まあ、前にね、私の動画で紹介したので、よかったら詳しく見てください。紹介するの綺麗じゃなくない？ここにこの姿映ってるよ。ここがね、私のというかゴミ箱です。ゴミ箱見てないから。ここに石鹸とかいろいろあります。洗顔の方がなんだか、ここがお塩とかです。調味料は全部閉まってるの。100均でね、昨日取り替えてきたの。シールが溜まってこんな色もらえたの。ゆは塩です。よいし、これゆはがね、おしゃれなやつにね、塩って書いちゃったの。え、なんかウケてんじゃん。洗剤ですね、スリーコインズの。でこれは100均で、キレスリーコインズの100均で。で、ここが、これ見て、最近のお気に入り、包丁をね、ここにほら、なんとここにほら、乾燥できるので、これおすすめ、おすすめ、お気に入り、みつるちゃんがくれたお皿とかね、スタバのコップも。はい、次、じゃあ次は洗面所です。洗面所です。ちょっとももちゃんがカメラ持ってます。ちょっと今見えます。こちらはあの家の石鹸ですね、うん、で、これはもものウーバーのコップ、ね、では洗濯機を紹介します。こちらです、洗濯機は、うん、ピンク色なんです。いいね。これは熱湯です。熱湯で、あの辺がここはユアの電動歯ブラシを取ったやつです。シャワーあ、お花が飾ってあります。待って、ここから映ったら、あれ、あの子映った。モザイクかけます。裸の、なんだっけ、ライちゃんだっけ、ポポちゃん。ポポちゃんあれ、使いたいの。いいよ、かわいい。ここ電気です。電気だ。あいいね。こちらですね、あのですね、ここでテーブルみたいになってるんですけど、あのタオルとかね、よく置いてますからね、うん、もーちゃんのピンとか置いちゃうんだよね。はい。で、ここはマスクがいっぱいありますね。ここはなんか第二のタオルで、あそこはもーちゃんが入ってます。あ、まあ、綺麗じゃないね。お風呂でね。お風呂場たまに映すからね。お風呂場はこんな感じで、まあ、もーちゃんのお風呂で私寝るうちにね。リビングは紹介したので、この動画を見てください。見てください。次行きます。私の部屋を紹介します。階段を上ります。2階ですね。2階に行って、じゃあ帰ります。ももちゃんのお部屋に入ります。うわー、広い。こんな感じですね。もものお部屋広いですね。さっきまで紹介したいね。うん、じゃあ端っこのあたりからどんな感じかお願いします。じゃあ行きたいんですけど、こちらから紹介します。うん、で、紹介したいとこしていいよ。じゃあちょっとこっちのタート全部一気にしちゃいますか。うん、こっちからする。ちょっと私はね、これが最近ちょっと買ってて、ね、並んだ。気に入ってんの？何の写真入れたい？ここに。なんかね、印刷したよね。うん、なんかももちゃんがドレス着たやつ。そんなのやめよ。ダメ。これみたいにさ、なんか葉っぱをなんか、うん、あ、そういうのがいいんだ。あ、お家とかさ、おしゃれなのにしたいの。うん、へえ。最近そういうのになってきたんだ。ね、この中にね、ユアが作ってくれたやつを入れてる。あ、本当だ。大事にしてたの？そうだよ。この中にずっと入れてたよ。本当だ。あ、このリップはね、くれたんだよね。あ、すごい。どんな色？こんな色で、うわ、使いたくないのね、あの、うん、朝のもったいないんだけど、ちょっと使っちゃったけどちょっと使ってる。じゃあ机詳しく見たいよって方はこの動画を見てください。この動画を見てください。次はちょっとここはね、ここって紹介するものやつの、うん、お気に入りある？あのね、この中でお気に入りなのはね、これ、これもらったんですよ。プレゼントでもらったやつだ。これが気に入ってます、これ。うん、素敵ね。あのね、私がね、家の中でね、一番気に入ってるのはね、これこれ、お揃いにしたんだよ。あの、お揃いにしましたね。ね、これはまあ、昔までなかったんですけど、うん、ママのものだ。かわいい棚ですよ。ここはね、そうだ、これママちゃん、ママね、もう10年前ぐらい買ったの。まだ使えてる。すごいですね。ですね、ここはね、もう昔からあったんですけど、ま、場所を変えたの知ってますか、うん、こちらにこれがあったんですよ。ね、ちょっと配置変わったね。はい。で、一番気に入ってるのはね、うん、これはあのなんか気に入ってますね、普通に可愛くて、うん、
なんか遊びで作れるし、ね、であとなんかこれはね、あのちょっとあちょっと汚いんですけど大丈夫だよ。お化粧リップするやつですね。じゃあこっちは何ですか、この盛りだくさんのとこは。あ、ちょっとこちらは汚いんですかお洋服だ。そうですね、ドレスだね。ドレスだね、これはこれはドレスです。これは学校でね、あすごい、これここに作品が入ってるんです。いいよね、これね、作品。あ、またこれ作品追加していい？下になんかまた溜まってきたから入れる。そう、いいよ、作品は全部取っておきます。これはウェルちゃんですね。うん、まだ遊ぶもん。あ、なんですね、ここはこちらはね、何があるかわかりませんが、うん、YouTube でなんか出したんですけど、うん、バイオリンね。そう、バイオリン。これはあの大好きなみずるちゃんからもらったお人形ですね。かわいい。これよくね、寝てね、抱っこしてますよね、寝ると。うん、してるしてる、よく寝てるもん。ちょっとね、一番気に入ってる方はこっちなんですよ。そうだな。はい、ね、水色。こっちはね、ちょっとね、水色でね、可愛いんだけど、こっちはね、うん、こっちはなんか、こっちの方はハートがピンクだけど、うん、赤の方が目立ってるから、こっちの方がこっち、うん、こっちはそっちの方がいい。可愛いんだ。そう。このプリクラ懐かしいね、これ。これはもう何歳ですかね。まだでも1年くらい？オーディションの日かな、これね。あ、そうだね。ね、懐かしい。冬は違くない？え、冬はこれだよ、ほら。星が見える。あ、あっちなんだよね。で、ここが秘密のクローゼットですね。うん、ここ紹介できません。これはひまちゃん家行った時にもらって、ずっと使ってますね。で、グロンってしてます、これ。で、ここにソファー置くのが夢なんだって。あ、でももうちょっとね、これをなくして、うん、これはもう違うところに置いて。前よりだいぶ綺麗になったよね、ももちゃんの前の部屋やばかったからね。ここが私の部屋です。はい、ここがユアのお部屋でございます。多分紹介の、部屋紹介の中で一番汚い部屋。でも片付いたじゃん。あ、どうしよう、でもルームツアーの前にどっちだろう。ルームツアー先だ。で、ここに今実はとあるものがあるんですけど、ちょっとこれはもうすぐ発表します。多分超ユアのこと詳しい方は多分分かると思うんですけど、カーテンとか全然ユアの気持ちじゃないんですよ。まあ、誰が見ても今となってはね。はい、それでやっぱなんかすごい机の色とかもだし、なんか壁とかも白いんですけど、ユアはすごい黒い暗い部屋にしたくて、でちょっと今すごい改造したいところで、でね、ちょっとね、ママはそれを持ってくれて、うん、ね、ここの部分だけ貼ったんですレンガね。うん、でも違うと。そう、もうカーテンも真っ黒にしたいし。でもさ、これ住んだ時はこのカーテンがいいってすごい言ったんだよ。そうだよ。これそうだよ。で、やっぱ壁、うん、もうやっぱ壁が白いとなんか部屋がなんかもう全然、うん、あれじゃないので、やっぱ黒にしたいし、もういろいろとね、黒にしたくて、すごく改造したいところです。髪の毛すごいんだけど。ちょっと待って見る？何？そうそう、机の棚も何もないしさ。でもここなんかすごい声がさ響く。あー、届けると綺麗に響くよね。そうだよ、知らなかったろ。こんなバカにされる。で、歌うやつとかね、三脚とかあります。まあ洋服がメインかな。てか何もないね。改造したいんだよね、ベッドも欲しいんだよね、本当はね。私はこの部屋でいつも作っていながら携帯してます。これ終わり。はい、はい、部屋でした。暑いのがね、ちょっと辛くてね、悲しいんですけど、ここがトイレでございます。この部屋は、はい、壁だけです。いや、もうね、ここね、物置状態なんですよね。無理無理無理。この部屋ね、洋服とか置いてるんですけど、汚いんですよ、この部屋。もう、YouTuber さんで共感してもらえてないかな。一部屋、物置っぽい部屋がある。共感しなかったりして、誰も。部屋がありますってことだけ紹介しておきます。なんかさ、思ったの、これさ、ね、枯れてるお花、これこういうおしゃれなんだけど、ジジが見たら絶対さ、お花枯れてるよって言いそうな気がしない。確かに。これ、保育園ですか？そう、まだある。まだつきますよ。これが、これ未来先生が見てるかも。これが、純金です。おしゃれ。コロナ禍とか行った時に帰ってきたら、シュッシュッシュッ。これ見て、すごいでしょ、これは。
すごい綺麗なの。おお、お宝です。分かる人には分かる。私の分かる人には超分かる人には詳しい人だ。えーってなるよね。超詳しい人には。そうだね。じゃあ、あのポーズして。じゃあ、あの人がやったポーズ。うーん、あれちょっと違う。片手で片手で目上げてなかった。分かる人には分かるよ。あとね、あのいい匂いするやつ、これこっちからだ。もう2個目なんだよね。これね、なんだっけ、あのツイッターで話題のなんかディオールの匂いに似てるってやつで、あれ高広さん、あ、高広さんの間違い。もう超リアル動物が。まあね、実はね、ここからも見えるんですよね。素敵なんだよね。カメラで見たらどうなのかな。これね、ガストでやりました。ガスト、お、映るんだけど。どれ見せて。すごくない？本当だ。映ってる。やだ。すごいですね。でこれほら、モモちゃんが七五三の。モモちゃんの七五三の。ああ、キモいの見ないで。可愛いよ。見せてあげて。可愛いよ。顔は見せません。カットでお願いします。あゆ、あんちゃん可愛い。これ懐かしいよ。ほらこっち。すごい古いね。あ、私やん。ねえ。ママちゃん。可愛い。うん、今さ、この頃さ、おしゃれじゃない？ちょっと可愛くならないか。おしゃれだよ、うん。今日の洋服、ももちゃん、ゆあが着たいんだってよ。こっち傘が大量ですね。私、この傘好きなの。お花が開くの。いいね。うわ、見てください。すごいね。学校で作ります。虹色じゃん。上手。いっぱい作品上手。図工ですね。うん。土曜日学校。で、やったね。うん、やったんですけど、授業参加できないので、はい、ということで最初で最後になりそうな岩桃家のルームツアーでした。ね、寝る部屋どこで寝てるかだけちょっと紹介できなかったんですけど、結構長い尺で今回見ていただいた方ありがとうございました。今日も見てくれてありがとう。チャンネル登録、グッドボタンお願いします。ももからは Twitter、Instagram を見てね。バイバーイ。